チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯はロピアの真似して作った皮のせいでっかいシューマイ、それと、おつまみパリパリチーズ、業スーのマグロカツで食べましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯はロピア風なでっかい皮のせシューマイ自作いただきます。美味しいな。おつまみにぴったり、パリパリチーズのパリパリポテトのポテトなしパリパリチーズ、要は餃子の皮でチーズを包んだだけだよね。ああ、なるほどな。で、オリニシとクロゼとかけてみてんけど、オリニシの方がなんかこうスパイスが効いてんねんけど、クロゼの方が味がガツンとしてんの。子供が言うのはオリニシよりクロセの方が肉に合う。で、オリニシはそうじゃないものに合うって。で、物によって使い分けた方がうまいって言ってた。言ってた意味が分かった。これそう。まいね。ロピアの。ちょっとごめんね、ちょっと。マナーの悪い言い方するけど、両手箸ってすごくマナー悪いよね。じゃあ肘ついたりはそう思わへんけど、両手箸とかあかんのよね。なんか分からへんけど、自分で良くなくてね、やりたくはないねんけど、出ないと入れへんねん。これね、10分15分ほど蒸してんけどね、ちゃんと長めに通ってんな。今いただきます。うまいな、これ。これ、シューマイ。いい。うまいな。ペペロンチーノ風の。うまい。フライがね、どうしようかな。ソースがついちゃ嫌やから。ご飯の上ソースかけ、クロスうまいんやけど、このパリパリポテトはオリンシオが合うわ。クロスは肉に合うってけど、なんとなく言ってる意味が分かった。味がちょっと濃いのよ。だから肉にガツンと入るんやと思う。レンコンのスムー、うまい。いや、すごいね。もうこれ、レンコンをね、2分ほど茹でて、で、酢と醤油と柑橘、すだち。それで、3倍酢ってやつやね。それで、ジップロックに入れて、空気抜いて漬け込んどいて、ほんだら漬けだれが少なくて済むやん。こんな感じ。ほうれん草が安かったよね。いっぱい買ってきて、
で、湯がいといて、で、ひとまとめにして冷凍しといてみるの。で、ね、ほうれん草まとめて冷凍しといたら、いつも使えるしなと思って。で、根っこ食べへんのよ。株のところ。なんち誰も。あっちゃんしか食べへん。だから、まとめて、ね、ヒカはほうれん草すら食べへん。で、ヒカ、リョウとアコはほうれん草、葉っぱしか食べへん。だから根っこのね、あ、これ一番栄養あってうまいのにね。なっちゃんが好きやから、取って、レンコンつけた酢につけてやんね。なっちゃん結構ほうれん草ね、おひたしも好きやけど、酢のまま好きなんよ。だからね、どうあれでしょう、と思ってやった。で、これはね、業スのバーベキューソース。うん、合うな。これも美味しいわ。うん。おつまみは最高だね。だからマヨかけてもいいし、ケチャップでもいいし、魚スバーベキューソースでもいいし、コリニシスパイスでもいいし、うん、と、まあ塩でもいいよ。塩ブラックペッパーでもいいよ。なんとんかつソースとかでもいいと思う。醤油でもいいと思う。いろんなものに合うと思うけど、おつまみに何に合うかって一番でビールに合うと思う。これからのシーズン絶対ビールにこれ合う。うん、飲みたいねんけどね、最近毎晩ライブするやろ、で8時に起きるやろ、ねぶたなってライブできんくなんのよ。飲まんでもねぶたなってね、できんくなんの。だからね、ばっちゃんお仕事優先でね、お酒飲むのやめてんの。えらいやろ、飲みたいねんけど、この夏もね、暑い時はビールキューッといきたいやんか。でも我慢してんね、だってお仕事やからね。別に、何でお仕事してもいいんだよ。ねぶたになって仕事にならへんで。だから、生んでもねぶた仕事にならへんで。すごい大きい声じゃん。パリポテトについてくる袋のスパイス、あれがね、フミンシン近い。クロセはちょっと味が濃いから、チーズのこういうスナックにはフミンシンやった。これね、フミンシンとかクロセだけじゃなくて、いろんなんでてんの今、この日こういう感じの。まだね、日本なんかってダメとか思ってね、あんまりね、急いで食べずにゆっくりゆっくり食べていきます。白身買って、白身のカツとマグロカツだって。マグロカツね、あんま美味しくない。あんま美味しくないでしょ。悪くはないでね。白身カツの方が美味しい。あんまり美味しくない言い方悪いね。美味しいねんね。でも白身と比べたら白身の方が美味しい。ちょっと出現しました。撤回します。
ご飯食べた、眠たなってきたな。ライブだけじゃなく夜予定入ってるのよ。夜のね予定がで今そこにうまいの結構忙しいね。一日一食にするとね、晩ご飯がうまい。やっとご飯にありつけたって感じ。これに今日するニョッキ。ニョッキはね、パスタみたいなもんね。味噌汁入れてもいいしね。まあいろんなものに絡めてもいいし、まあいろんなものに合うのよ。ギョースで安売ってるからね。あの、な結構お腹いっぱいになるし、節約の時にはちょうどいいよ。まあ、今はね節約生活してるけど、頑張ってね稼げるようになろう。YouTube 一本ではいかんのかもわからない。他のこともいかんのかもわからないけど、なんかね、かたくなに YouTube にずっとこだわっとったけど、そうじゃなく、やれることやるのが一番や。うん。なんていうか、やりましょう。結構長いっぱい盛り上がるんで、うん、お腹がいっぱいになっても吐き切れるぐらい食べる。いないと明日の夜までも大変ね。ほんまに健康にいいのかな、分からへんけど、なんか胃が大きくなってさ、もっと食べたくなるような気がするね。一日食したらどうなるね。あんまりね、誰かが言ってたんだけど、血糖値爆上がりせえへんのね。わからん、それも。正直わからんねんけどね。いろいろ食べさんとねえと思って。みんなにはこれ作るわ。パリパリチーズ巻き、うん、ヘルシーにしようと思ったらオーブンでちょっと焼くのよ。ほんなら氷川ね、ポッキーみたいやったけど、ポッキーちゃうわ、プリッツみたいやったけどね。
チョコレート巻いてるね。プリッツみたいな感じで美味しいな。アイスにちょうどまあ考えたらおやつにしたらちょっとコスト高いけどね。マジでお腹いっぱいになってきたな。でも全部食べよう。考えてんねんけどね、うん、思ったよりおかずが多い。幸せなことだけどね。うん、これ一応だから一日のカロリーどうかしてないと思う。新居移ってきてからね、お前もっと早く引っ越したかったかなってぐらい生き生き伸び伸びしてる。でもまあね、まあちょうどええタイミングだったよこれ。ちょうどね、伊予光が天気が始まったとこで、まだ工事すらできてないのに売り始めてたんで、で全世帯にまだ行き渡ってたんで、でまあ、工事ができ次第開通でね、でも開通できるようになってるけど、ただ公共工事が必要になってくるところが何か所かこれだけのことでね。だからこの工事が進んできたらここに行くね。ちょっと時間かかってんだけど、タイミング的に言ったら今よりちょっと前に入ってたら全然ダメダメやってるね。でも1ギガで、ここのね、他の会社みんな一流。伊予光だけ天気がいい。だから、タイミング的にはこのタイミングで引っ越していけたらよかったよね、やっぱりね。もうちょっと後にも書いてあるの。もうちょっと後にってもね、この近くの人が天気が光るんだら、ここに線来ることない。結局一緒やね。だから、このタイミングで見るのは良かったよね。何にしてもいろいろとね、タイミングが良かったと思うわ。
うん、おいしい。明日8度高いやって、寒暖差に注意と言うみたい。たまらんな、体調崩すわ、風邪ひくよね。うん、でも、うん、蒸し器持ってきたほうがいいね。結構でかいね、蒸し器。蒸し器じゃん。で、熱フライパンがあるね。熱フライパンにお皿入れて、もうその上にもう一つお皿置いて、で、周りに水入れて、蓋してね、フライパン蒸しじゃん。綺麗に蒸せてる。まあ、タッパのあるもんはね、蒸せへんけど、あ、引く皿にしたいねんけど、引く皿にしたら水入らへんからね。水枯れちゃうから。うん、できへんから、できへんけど。うまいこと蒸せてたわ。でっかいからね、中まで蒸せんからなって心配しとってんけど、めっちゃお腹いっぱいだし、今日ね、頑張って食べる。明日のね、夜まで持たなあかんから。そっか、ご飯だけでちょうどよくもあるからパスタや。世の中にたまるのがいっぱいある。でも、食べるよ。うん、かわいい。お肉ってこれ、シューマイ1個やん。あとお肉気がないよね。上になるけど、似た音かな。あとチーズは2本。これにスパイス合うわ。結構ゆっくりね、30分ぐらいかけてご飯食べたね。いうことです、これは。
窓開いてるとね、結構外の音が聞こえてる。これ閉めたら全く聞こえない。不思議な家や。完食しました。ごちそうさまでした。美味しかった。お腹いっぱい。動きたくないわ。まあこういう食べ方がね、いいのかどうかわからないけど、一日一食、あの一食は満腹になるまで食べる。これをちょっとね続けてみようかな。だけどどれぐらい痩せるのか、痩せへんのか、体調がどうなるのか、まあこれから夏に向けてね、夏バテをせえへんのか、結局夏バテするにも体調が悪くなりも免疫力が落ちるのも全部腸内環境やとはちょっと思ってね。まあ腸っていうのはこれ大事な機会だからね。腸を大切にする。そのためにも腸をね空っぽにする時間を作る。大事ちゃうかなと思うんだよ。あら、今日まだ2日目だけどね。今日はね、昨日よりもお腹減った限界しんどいっていうのがマシになってる。人間ってね、順応性すごいね。って言いながらね、チョコレートちょっとつまんだ。でもチョコレート舐めるとね、満足すんね。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんちの晩ご飯、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。美味しかった。ではね、バイバイ。